かなわぬことをやらかすのが人間というものだ。殺されるのは末期だが自分で死ぬのは自由だ。治安維持法が全面的に SH を殺されてしまった。あんたたち人間が消えかぼや殺されてしまうとは。殺されはしないぞ決して。戦争なんかにとうとう日本とアメリカの大戦争が始まったんだ。真珠湾奇襲攻撃。青春が戦争の消耗品だなんて。ええ真っ平だ。みんなこれが僕だ。お母さん殺すかもしれない。形見あなたの血にもつながっているわ。男はかわいそうです。何者に食われるのか。僕じゃないよ。ここへ。あなたの赤い血をずっと捨てあげてましたからね。これはあの戦争の時代を一生懸命生き抜こうとした当時の日本の若者たちによる青春の形見である。綺麗。